チョン国際空港、インチョン国際空港、インチョン国際空港は、大韓民国インチョン広域市中区にある国際空港である。永州島と竜遊島の間にあった干潟を埋め立て、2001年3月29日、開港した。大韓航空及びアシアナ航空のハブ空港でもある。開港と同時に、ソウル特別市のキンポ国際空港を発着していた国際線がすべてあたり空港に移転した。ソウルへの国際線空港として機能していることから、ソウル市外に所在しながら、飛行機の行き先では単にソウルと案内されることが多い。現在、3本の滑走路が供用中である。詳しい内容は後述するが、日本行き国際線は、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、中部国際空港、新千歳空港、福岡空港、那覇空港といった主要空港だけではなく、日本各地の地方空港と東空港を結ぶ便が多数就航している。このため、日本の地方空港から東空港の国際線各都市への乗り継ぎ空港としてよく利用されている。また、韓国国内線は国際線乗り継ぎ専用便として、釜山、大邱の各路線がある。過去には一般の国内線も運航されていたが、乗り継ぎ専用便に転換、もしくは廃止されている。また、遅延等の理由により深夜に済州を出発し、キンポ空港に着陸できなかった場合の代替空港となっている。空港コード、IATA コードは、イクン。大韓民国インチョン広域市中区空港路424番通り47、仁川市街沖、永州島と竜遊島の中間に位置する埋め立て造成地。第一旅客ターミナルは、イギリスの建築家、テリー・ファレルの設計で、地上4階、地下2階建て、面積50ヘクタール、東西 1.6km、南北 150m、高さ 33m、総工費は1兆3816億ウォンとなっている。外観は、空気と水の力学的な流れ、大型船舶の方をイメージした柔軟なリズム感、そして安全性をイメージする芸術的造形美を取り込んで設計されている。また、建物内部は、経済、科学技術の発展をイメージし、最先端の設備を備えた、インテリジェントビルである。インチョン国際空港1ターミナル駅と、短期駐車場、商業施設が設置されている。駅には、空港鉄道とインチョン空港磁気浮上鉄道が乗り入れている。地上2階、地下5階建てで、床面積は25ヘクタール、航空機の翼や鳥を象徴するような屋根構造をイメージし、人々の安全を祈る韓国伝統の鶴の思いを込めて設計されている。また地に足をつけた飛行体をイメージした、この建物は空と地上を結ぶ意味が込められ、飛行機の運航の安全を祈願する意味を込めて設計されている。第一旅客ターミナルビルまで徒歩5分ほどと、離れているため、無料の電動カートのサービスがある。キリム総合建築、ムヨン総合建築、ゲンスラーからなるコンソーシアムの設計により、2013年9月26日に着工し、2018年2月開催のピョンチャンオリンピックを見据えて、2018年1月18日に開業した。第一旅客ターミナルの北側 2.4km の場所に位置し、地上5階、地下2階建て、延べ面積384,000平方メートル、年間旅客処理能力1、800万人、搭乗橋は37カ所設置される。開業後は、年間旅客処理能力が4、400万人から6、200万人に増加する見込みである。第2旅客ターミナルは、開業当初は、スカイチームの大韓航空、デルタ航空、エールフランス、KLM オランダ航空が利用している。2018年10月28日より、他のスカイチームのアエロメヒコ航空、アリタリアイタリア航空、チャイナエアライン、ガルーダインドネシア航空、アモイ航空、チェコ航空、アエロフロートロシア航空も移転した。既存の搭乗棟との間には、シャトルトレイン、スターラインが建設された。第2ターミナルへのアクセス道路、各ターミナル間の連絡道路も建設された。第2交通センターも併設され、空港鉄道のインチョン国際空港にターミナル駅が2018年1月13日に開業、バスターミナル、短期駐車場が設置される。第1旅客ターミナルの北側に分館として、コンコース、搭乗棟が建設され、2008年5月27日より、供用が開始された。地下を通る、シャトルトレインという新交通システムで、各旅客ターミナルとの間を、約1分で連絡する。第1旅客ターミナルと第2旅客ターミナルの間で国際線の乗り継ぎがある場合、コンコースでシャトルトレインを乗り継ぐことでターミナル間の移動ができる。など。最新情報、詳細は空港公式サイトを参照のこと。各旅客ターミナルの間は無料循環バスが運行されている。所要時間15分。最新情報、詳細は公式サイトを参照のこと。ソウル都心の主要地域や有名ホテル、主な地方都市を結んでいる。3列シートで座席も広く、最近は地上波デジタル放送受信設備も備えたバスで運行される。これと同等の車両を使った都市間高速バスを優等バスと呼んでいるため、このバスについてもそう呼ぶ場合がある。運行会社ほか、ソウル都心の主要地域や地方都市を結んでいる。4列シートの一般的な高速バスで運行される。スーツケースなどの大きな荷物の扱いは、高級リムジンバスと同様に預ける場合もあるが、車内にスーツケース置き場が備えられている路線もある。運行会社ほか、第2旅客ターミナル開業に伴い、市内方面は、第2旅客ターミナル第1旅客ターミナルの順に、空港方面は第1旅客ターミナル第2旅客ターミナルの順、KL リムジンのみ、市内方面は第1旅客ターミナル第2旅客ターミナルの順に、空港方面は第2旅客ターミナル第1旅客ターミナルに停車する。最新情報、詳細は空港公式サイトを参照のこと。中型タクシー、大型タクシー、模範タクシーが利用できる。カナダのモントリオールに本部を置く国際空港評議会が選出する2004年から2013年の空港ランキング総合評価部門で連続して世界最優秀空港賞を受賞中、2014年5月、現在、イギリスの航空調査会社スカイトラックス社によるランキングでも2009年度2012年度に1位になるなど、国際的に高い評価を得ている。また、国際貨物量で2006年、成田国際空港を抜いて、世界2位になった。2009年より、航空需要の増加に対応し、ハブ空港としての強化を進めるために拡張工事が進められている。約5兆ウォンを投じて、新ターミナルと関連施設が建設された。管制塔周辺には、最大4棟の搭乗棟を建設しうる広大な用地が確保されていた。2008年5月、1棟が供用を開始した。建設用地の一部は駐機場として暫定利用されており、誘導路の分岐部は一部完成している。しかし、この後計画が変更され、第2ターミナルが建設されることとなった。残り搭乗棟1棟分の用地については明確な計画が立っていない。2013年9月26日、第2ターミナルの着工式が行われた。場所は、現在の搭乗棟北側で、2018年の平昌五輪前の2017年末の完成を目指している。旅客ターミナルとは、スターラインという無人交通システム4両で連絡している。搭乗棟の間に誘導路があるため地下式となっている。最も遠い搭乗棟までを、最短8分で結ぶ計画であったが前述の計画変更により在来のターミナル第1ターミナルと搭乗棟 A のまま集結するようになった。搭乗棟 A と新ターミナル第2ターミナルの間では新しい無人交通システム1両を作り搭乗棟 A 駅に乗り継ぎ施設を設置する案を検討している。最終計画には空港貨物ターミナル駅付近にLCC 向け第3旅客ターミナルを新設する計画などが含まれている。現在、滑走路は東側の2本と西側の1本が供用中であるが、これと同規模の滑走路を西側にもう一つ設ける予定である。このため、ターミナルビルディング西側には広大な滑走路用地が確保されていい。さらに、現在暫定的にゴルフ場となっている空港西側の用地は、第5滑走路を建設できるよう確保されているスペースとなっている。最終的には5本の滑走路を有する計画となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。